銀座改造社ビル2007年、改造は大正から昭和にかけて日本で発行されていた社会主義的な評論を多く掲げた日本の総合雑誌。1919年創刊、1955年廃刊。第一次世界大戦後の1919 19年、山本寂彦が社長を務める改造者から刊行された。主に労働問題。 社会問題の記事で売れ行きを伸ばした。当時は、ロシア革命が起こり、日本の知識人も、社会問題や社会主義的な思想に関心を寄せるようになった時期であり、初期アナキストの佐藤春夫、キリスト教社会主義者の香川とよひこ、マルクス主義者の川上はじめ、山川人氏などの論文を掲載した。小説では、高田露伴、運命、谷崎潤一郎、万事、 志賀直哉、や、暗夜航路の連載などがある。また、改造史上にて東大を代表する、谷崎潤一郎と、芥川龍之介の文豪同士の、小説の筋の芸術性をめぐる、文学論争が繰り広げられることになり、分断問わず注目される展開となった。文学面でも単なる文芸史以上の内容の重厚さを見せる、改造が支持され、より売り上げを伸ばす結果となった。 1922年、物理学者のアルバート・アインシュタインを日本に招待し、ノーベル賞受賞発表の7日後神戸に到着し、日本で講演を行った。このうち、慶応義塾大学での講義を、通訳を務めた、物理学者の石原淳が要約し、これを翌年に1月号に発表した。1927年8月号で、創刊10周年検証創作募集を告知。 1939年まで10回にわたって実施した。1929年8月号に、検証文芸評論一等当選作宮本賢治、敗北の文学、9月号に二等当選の小林、秀夫、様々なる遺書を掲載した。第二次世界大戦中の1942年、掲載した論文が共産主義的であるとして弾圧を受け、 1944年に廃刊となる。第二次世界大戦後の1946年に復刊するが、経営は思わしくなく、1952年、山本の死去により急速に衰え、労働葬儀の末、1955年に廃刊。同年、元編集長の原勝が、三木武雄の保守合同をなそうとする意図を呼び、それに対する、 保守党領収の反応を詳細に分析して、アメリカ合衆国国務省に知らせている。なお、版元の改造者は、現在では、改造者書店、改造図書出版販売株式会社として、複数店舗で書籍の販売業などを営んでいるが、書籍の編集、出版は行っていない。ありがとうございます。